こんにちは、ミルキーブルーです。皆さん、森保ジャパンについてどう思いますか？まあ、森保ジャパンといえばサッカー日本代表の監督ですよね。森保はじめ監督、ちょっとね、今五輪の予選がありよんやけども、みんな見ましたか？あの試合を。ボロボロ、何がしたいのかわからない。もうめちゃめちゃ、もうバックに戻すわ、まあ個人プレーばっかりやわ、戦術も見えない。何がやりたいんでしょうかね、あの森保ちゃんは。この前のシリアもね、負けましたよね。まず PK を食らって、まあ1点返したけれども、結局ね、あれも相馬の個人プレーで返したんだけども、まあ、それで返したけど、最後あの悪夢の、あのベルギー戦を思い出すような最後得点シーンでやられちゃったんだけども、それで2連敗でグループリーグ敗退。かなり悲惨すぎるっつーの、許せるかよ、もうたまらんが。まあ、とにかくね、今の日本代表に言えるのは決定力がないことと、個人プレー任せ、人任せ、まあ、あと連携がなってない、なんかパスしたら誰かが取るやろう的な一瞬の間が見え隠れしてるよな。まあ、それにとにかくね、森保監督のね、選手の起用が悪いよね。まあ、上田綺世なんてね、フォワードしてるけども全然点入れれんけど、そこにばっかりボール集めるけれども入れれない、もう絶対入れないかん、シュートも外したり、あと交代が遅い、負けてるにもかかわらずロスタイムに2人も交代して時間ロスとか、最悪、もう史上最大のやばい監督なんじゃないかっていうふうに今言われて、交代論が巻き起こってるけれども、まあミルキーブルーとしてはね、まあ、交代はまあ正直してほしいけれども、まあ頑張ってほしい気持ちも 0.01% はあるっつーのね。とにかくね、15日に最終戦あるけれども、それは勝つとか言ってるけど多分負けるだろうね。とにかく、まあ、五輪出場枠がもう決まってるから、開催国なんで全然危機感がない。もう他のシリアとかね、カタールとかサウジアラビアなんかは絶対勝たんと五輪出場できないからね、点入れたら泣くぐらいなんだけれども、日本は全然危機感が感じられない。それが完全なる日本リーグ敗退の要因でしょうな。まあ、とにかく、まあ、大和魂はね、必要なんで、日本を応援したいものでござんす。森安、上田を使わんでくれ。それではな、応援しようぜ。よかったかい？ね。